東山古文庫は、京都市上京区の京都御所内の東北隅に位置する皇室の文庫。金利古文庫、東山文庫とも呼ばれる。歴代天皇の新刊及び、収集、支度の書が、道具など、約6万点が収蔵されている。現在、奈良、正倉院の西方向などと同様に、直風扱いとなっており、宮内庁自住職が管理している。秋の幕僚の際に、 専門家を対象とした特別な調査が許される以外に公開されることはない。ただし、所領部によってマイクロフィルム化が東京大学資料編纂書によって写本化が進められており内容の一部が公開されるようになった。なお、東山の名称はこの絵邸内にあった東山のオクラと称する土蔵が1881年にこの絵た広より献上、移設されて 文庫の施設として利用されたことに由来している。したがって、足利義政の東山殿や東山天皇などとは直接の関連性はない。皇室には古代から様々な書籍などが伝えられてきたが、応仁の乱や戦国時代の経済的推理によって多くを手放した。その後、御用税天皇、御水能天皇が社会の安定化を受けて収集に尽力したが、 女王2年6月23日の火災で、代理はほぼ全焼し、文庫も一境を残してすべて怪人に返した。これを憂慮した、五彩天皇、霊元天皇は、京都の釘や寺社に要請して和歌、物語、日記、記録、夕食古日図、くじ関連書、写字文書類などの精度の高い写本を作成し、さらに貴重な転石を投射して、副本を作成して、 別の場所に置くことによって、防失を防ごうとした。万治4年1月15日、再度の大理火災で残された蔵書の多くが消失したが、別に安置した副本は被害を免れた。これを機に、歴代天皇は貴重書の収集とその副本作成に尽くし、副本を収める倉庫を充実させた。これが、後の東山文庫の始まりである。貴重書収集。 副本作成の作業には、天皇自身も深く関与し、その神筆によって、本文、下題が記されたものが多い。蔵書院には、五歳天皇、東山天皇、桜町天皇、五桜町天皇など在位中の言語を用いたものや、高等文庫という統一院を用いる例などがあり、孔明天皇のように、頭日都この花、 天縁などの独自の蔵書院を作成する天皇もいた。東京テント後、代理の蔵書の一部は新御所の設置された東京城に移され、さらに三宅創設時に分与された例もある。その後、この焼の東京移住に伴って取り壊されることになったこの絵定のうち、東山のオクラが献上されて残された文庫の保管に用いられたために、その名前がそのまま文庫名となった。 ありがとうございます。